はいつも一つ名探偵コナンチャンネルのまみです。はい、今回は4月16日公開予定の黄色の弾丸についてお話していきたいなと思います。今回の映画の黄色の弾丸のキャッチコピーなんですが、一家ファミリー集結でしたよね。最初この内容を聞いた時、うわ赤いファミリー集結やん、めっちゃ楽しみと思ってたんですよ。で、映画の予告映像を見てても赤いファミリーみんな出てて、うわテンション上がるな、楽しみやなと思ってたんですが、見れば見るほどだんだん違和感を感じてきたんですね。だって今回の事件には赤谷ファミリーが何かしらの理由でみんな関わっているっていうことですよね。 FBI の兄、プロ棋士の弟、女子高生探偵の妹、そして幼児化した MI6 の母、こんなバラバラな4人が一体どのようにしてこの事件に関わりみんな集結したのかっていうのがめちゃくちゃ気になったんです。ということで、今日はこのヒールの弾丸の全貌をマミなりの角度から考察していきたいなと思います。これについては本当にマミの思う妄想みたいなものになってくるので、ぜひ皆さんの考えるヒールの弾丸の展開のであればコメントしていただけたらなと思います。ヒールの弾丸公開まであと少しということもあり、みんなと考察楽しめたらなと思っています。はい、では本日のお題に入る前に今日もお先にお願いします。では本日のお題、黄色の弾丸の全貌について考察していきたいなと思います。今回は分かりやすく説明するためにスケッチブックに図を描いてきたので、それを使って解説していきたいなと思います。はい、ではまずこちらが今回お話しする図を簡単に描いてきたものになります。はい、こちらを使ってちょっと線などを描き加えながらお話を進めていきたいなと思います。はい、ではまず今回の犯人なんですが、マミが思うに犯人は一人ではないと考えています。また赤いファミリーそれぞれが追うターゲット犯人も全てイコールではなく、ニアリーイコールなのではないかと考えています。ではそれについて赤いファミリーみんながどのようにしてこの事件に関わっていったのかというのをお話ししていこうと思います。ではまず、コナン君からお話ししていきます。コナン君は企業のトップたちの集うパーティー会場で、その子の父が拉致されたことによりこの事件に関わることになります。そしてそこで事件を解決すべく調査していくと、なんと15年前アメリカボストンで起きたワールドスポーツゲームズ拉致事件とのつながりを見つけます。またコナン君はその15年前の事件が FBI と関わっていたっていうことを知るんです。そこで次に赤江さんは、今回ワールドスポーツゲームズが日本で開催を決定したのと同時に、15年前に起きたワールドスポーツゲームズ拉致事件について再調査し始めるんです。そして赤井さんは調査していくにつれ、この15年前に起きたワールドスポーツゲームズ拉致事件での新たな情報を知るんです。これについてはちょっと予測にはなるんですけど、マミの中で3つあって、まず1つ目が、この15年前の事件では拉致した犯人たちを捕まえることはできたが、組織自体を一掃することができなかったのではないかというふうに1つ目考えています。2つ目は、犯人1人だけ取り逃したのではないかというふうに考えています。そして3つ目が、アメリカって銃社会ですよね。なのでその時の犯人が射殺されたと思うんです。そしてその射殺された息子が15年後大人になり復讐をしに来てるのではないか、この3つのどれかなのではないかと考えています。どちらにせよこの3つのどれかが理由で、今回日本で開催されるワールドスポーツゲームズで同じことが起きるのではないかと赤井さんは考えたんです。なので赤井さん率いる FBI は今回も同じような事件が起こるかもしれないと事前に網を張っていたのではないかと考えています。そして次にメアリーとセラちゃんについてです。メアリーについては幼児化しているという点や、予告映像の中でマスミ、ターゲットが乗るリニアだとチケットを渡しているシーンから、 MI6 の仕事ではない可能性が高いと考えています。もし MI6 の仕事であれば、娘のセラちゃんを巻き込むようなことはしないと思うんです。そして今回に関してはセラちゃんも関わっていて、さらにメアリーに対して協力体制を取っていましたよね。この2人が協力体制を取っているとなると、普段の行動から考えてメアリーの体を小さくしたアポトキシン関係、もしくは黒の組織が関係しているのではないかと考えています。また今回のこの事件は15年前の事件と何かしら接点がありましたよね。
ファミ的にこの15年前の事件では仮にこの X 組織というのが関わっていたとしたら、その中の A という人物が二重スパイをしていたのではないかと考えたんです。そしてその A の二重スパイがこの X 組織というのとこの黒の組織の二重スパイだったのではないかと思いました。そうなると辻褄が合う点が出てくるんです。黒の組織って政治家や企業のトップなどお金や権力を持った人物になっていることや、もしくはそういった人物を組織へ取り込んでいるというケースもありましたよね。またもう一つ気になったのが、この15年前ワールドスポーツゲームス拉致事件は拉致殺人事件ではなく拉致事件なんです。アメリカの銃社会で拉致してはい終わりっていうことは考えにくいと思うんです。普通そこで拉致して聞きたい情報を聞けば銃殺するっていうのが考えられますよね。だってそのまま生きたままにしているとその人物から自分の身元がバレてしまうかもしれない。そうなってくるとやはり射殺しておくのが自分の身のためでもありますよね。なのにこの15年前は拉致殺人事件ではなく拉致事件なんです。なのでそこで次に考えたのが、この15年前の拉致事件は企業のトップが数人は拉致されたと思うんです。でその中の一人が黒の組織のメンバーと入れ替わった、成り替わったのではないかと思ったんです。皆さん考えてください。アメリカ黒の組織と聞いてピンとくる人物いませんか？そう、女優のシャロン・ビンヤードことベルモットです。ベルモットはアメリカ出身でしたよね。さらに黒の統一から変装技術も学んでいます。なのでこの15年前この拉致事件で黒の組織のメンバーが入れ替わってその変装術を教えたのがベルモットなのではないかと考えました。この技術に関しては黒羽統一に同じく弟子入りしていた新一の母である工藤由紀子が赤井さんにスバラさんの変装を教えていましたよね。そこで人に対しての変装技術のクオリティっていうのも高いことが考えられます。さらに由紀子もシャロンには勝てなかったっていうように発言してましたよね。なのでベルモットがこの15年前入れ替わった組織のメンバーを変装させていたっていうことも考えられると思うんです。なので15年前変装したこの黒の組織のメンバーが今回企業のトップとしてパーティーなどに参加していたのではないかと考えたんです。なのでメアリーはその人物を追っていたためマスミに対しターゲットが乗るリニアというのは組織のメンバーが企業のトップに変装してリニアに乗っているということを指しているのではないかと思ったんです。そして最後に周吉と事件との関わりについてです。周吉はプロ棋士でしたよね。なので、MI6 のメアリーや FBI の赤井さんと違って事件にそもそも関わることっていうのは少ないと思うんです。なのに今回この事件に関わっていますよね。となってくるとやはり恋人であるユミタンが関わってきているのではないかと思ったんです。中吉は予告映像から和装で武将髭なし眼鏡なしといった格好でしたよね。なのでこのことから将棋のタイトル戦の途中もしくはその前か後なのではないかと思ったんです。そして一瞬なんですがユミタンが私服だったということからやはりこのタイトル戦を応援しに来ていたのではないかと考えています。そしてそのユミタンが何かしらの理由で事件に関わってしまったもしくは巻き込まれてしまったのではないかと思ったんです。そのことにより周吉は事件に関わることになります。また一度周吉はタイトル戦の時にユミタンが拉致されたことありましたよね。その時は一度席を外しユミタンを探しに行くんです。そして周吉は頭脳明晰ですよね。ただユミタンが関わるともっと頭の回転が速くなるんです。そして前回は無事解決することができたと思うんですが今回もその頭脳明晰な頭を使って事件を解決に導くのではないかと考えています。そして今言った周吉は頭脳明晰でしたよね。でその以前の事件の時もコナン君と意思疎通するものもありましたよね。なので周吉もこの事件を調べることによってコナン君がたどり着いた15年前の事件に FBI が関わっていたっていうことを知るんです。なので周吉は兄である周一に連絡を取ります。そこでこの2人が協力体制を取れば事件を解決していくという感じの流れなのかなと考えています。また周吉は唯一赤いファミリーの中で周一が生きているということを知る人物です。なのでやはりここの2人が連絡を取り合っているというのは深く考えられるのではないかと考えています。なので今お話しした分でいくと赤井さんはこの犯人組織を狙っていてメアリーとセラちゃんは15年前の犯
犯人でありながら黒の組織との二重スパイ、そして今現在はこれが企業のトップと慣れ進ませている人物を追っている。そして周吉に関してはこのユミタンが何かしらの理由で事件に関わったことにより赤井さんと連絡を取り、この事件を解決するっていう感じなのかなと思っています。そして最後にこの予告映像でメアリーとセラちゃん、スバルさんが戦ってるシーンがありましたよね。それについても同じ組織を追いど追ってる人物が違うっていうこともあり、ここの2人が戦うことになったのかなと思いました。またここの戦ってるシーンではメアリーとスバルさんが意味深なセリフを言っていましたよね。この文についてはちょっと次回ちょっと考察しようかなと思っています。なのでぜひそちらを見ていただけたらなと思います。はい、今回はスケッチブックを使って解説するという初めて試みたやり方でちゃんと伝わってるかっていうのが少し不安なんですが、次回は先ほど言ったメアリーとセラちゃん、スバルさんの戦ってるシーンについての考察をしていきたいなと思っているので、ぜひそちらも見に来ていただけたらなと思います。ちょっとでもいいなと思っていただいたら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、まみでした。